三重県。三重県は、日本の都道府県の一つで、紀伊半島の東側に位置する。県庁所在地は、県中部の津市。海、山の豊富な自然に恵まれ、農業、漁業が盛んである。また、江戸時代、五伊勢参りから現在、海一日本グランプリや、八体などに至るまで、観光産業として成り立たせている。北勢、伊賀、中勢。 南西、伊勢島、東紀州の5地域で構成されている。江戸時代から、お伊勢参り、おかげ参りの名で知られる、伊勢神宮を要する地域として発展した。両政国では、伊勢国、島国、伊賀国の全域と、紀の国、当初は、熊野国の一部、京四国より構成される。包括する旧立領国の数は、五国を包括している、兵庫県に次ぐものである。 人口は22番目、面積は25番目、人口密度は23番目である。経済力については、名古屋県の一部である北勢地域を抱えることから上位の県であり、一人当たりの GDP の県民経済計算は5位から15位の間高水準で推移している。本県内で最大の人口を有する市町村は、四日市市の約31万人で、国から 四高寺特例市に指定されている。一方、県庁所在地である津市の人口は約16万人であり、2005年から2006年の短期間は県庁所在地の中で最も人口が少なかった。平成の大合併後の人口は約28万人である。本県は東、紀州を中心に過疎地域があるほか、津市や松阪市の一部も過疎地域に指定されている。 三重県の総人口は約180万人であり、熊本県、鹿児島県、岡山県等と同規模であるが、本県はこれらの県と比較して人口が突出した都市は存在せ、中規模の複数の都市に人口が分散している。三重県の北中部は中京工業地帯であり、主要企業が多い。四日市市では自動販売機が年間で約12万台生産されており、 自動販売機の生産量が全国で最も多い。また、石油化学コンビナートの四日市コンビナートは、四大公害病の一つである四日市全息の原因となり、問題になったが、現在は、法整備や汚染防止技術向上などの対策が格段に進み、工業地帯周辺の待機状態は、良好になっている。亀山市には亀山ろうそく、本社は大阪市に移転や、 三重県のハイテク企業誘致策により建設されたシャープ、亀山工場がある。なお、三重県は、ろうそくの生産量と鍵の生産量が全国一致である。伊勢神宮や伊賀上野、二見ヶ浦、世界遺産の熊野古道などの観光地や、長島スパーランド、ナバナの里、島スペイン村、鈴鹿サーキットなどのテーマパークがある。特に、伊勢、島地区は、 観光地としても名高い。本県は地理的に近畿県と中京圏の中間に位置しているため、両地域からの観光客が多い。なお、伊勢、島地区にも路線を有する近畿日本鉄道、近鉄は大阪や名古屋から伊勢、島地区への観光客に向けた企画乗車券を販売するなど有客に努めている。方言は、三重弁が話されており、その中でも伊勢弁、伊賀弁、 島弁、紀州弁に分けることができる。三重弁は近畿方言に属しており、大部分の地域が、京阪式アクセントである。三重県は特に北部において、愛知県と経済面、物流面での関係が見られるが、方言は、愛知県、岐阜県との間に大きな違いがある。三重県は、滋賀県、福井県、岐阜県とともに、日本真ん中共和国を設立し、 知事サミットや文化交流事業などを行っている。名古屋名物になっている天むすは、もともとは、三重県発祥のものであり、他にも、ひつまぶしと言われる言葉は、三重発祥との説がある、大阪発祥説もある。三重県は、南北の長さは、約180キロメートル、東西の幅は108キロメートルと、細長い形をしている。伊勢平野をはじめとする平野部から、 鈴鹿山脈などの山脈、青山高原などの高地、盆地、低地など様々な地形を有する。北側の愛知県や岐阜県、南側の和歌山県など、六府県と隣接する。伊勢湾から松阪市伊高町にかけて、中央構造線が通っており、伊高町が津ででは大規模な路頭が見つかっている。2002年に、日立の中央構造線として、 国の天然記念物に指定された。2007年には、長野県大鹿村と共に、日本の地質百選、中央構造線、日立に定めされた。括弧内はその自治体に隣接する三重県の自治体、愛知県、岐阜県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県一般的には、東海地方に含まれることが多い。国土整備行政上は、福井県、 滋賀県と同様、近畿県、中部県のいずれにも含まれている。また、伊賀市と名張市の属する伊賀地域を、近畿地方、大阪県、伊賀地域以外、北勢、中勢、南勢、伊勢島、紀北地域を、東海地方、名古屋県とする区分もある。全国8地方区分で公式に複数の地方にまたがっている都道府県は、この三重県、 近畿地方と中部地方、東海地方を含む、各々の,の,の場合ごとに扱われると山梨県、関東地方と中部地方、甲信越地方を含む、こちらも各々の,の,の場合ごとに扱われるのに県のみである。鈴鹿山脈、養老山地、布引山地、大港山脈、その他、鳥橋、島市、紀北町、紀北町、この他にも、島半島南部から、 熊野市にかけての海岸は、リアス海岸になっているので、多数の湾がある。三重県は南北に長く、長い海岸線を持ち山岳地帯や盆地など多彩な地形を持つため、各地域によって気候が様々である。東紀州、南部は、潮の岬からの台風の直撃を受けることが多く、台風、銀座と呼ばれている。伊勢湾沿岸から熊野灘沿岸が太平洋側気候。 伊勢湾沿岸は東海型に、熊野灘沿岸は南海型に属するで、伊賀は内陸性気候、瀬戸内海式気候に含める場合もある。である。県庁は、三重県を北勢、伊賀、中勢、南勢、東紀州の5つの地域に区分している。自治体は、以下の14市7郡15町、29市町がある。町の読み方は、すべて町である。 2006年1月10日の気泡町と、宇どの村の合併により、本県内から村がなくなった。旧伊勢国北部にあたる地域で国道1号の沿線。鈴鹿川の流域で緑茶の大産地として有名である。江戸時代には、東海道、現在の国道1号の沿線であった。江戸時代には、東海道の河境が禁止されており、かつ洪水も多かったため、 基礎参戦を超えた、オワ国への往来は、今ほどの多さではなかった。しかし、明治以後に佳境が進められて、以降は、名古屋の影響も強く受けている。ホンダの鈴鹿市や、シャープと小賀電機工業の亀山市での工業集積が、著しい。名阪国道の物流が大きい。古代には、椿大神社や伊勢国府が置かれるなど、重要拠点であり続けた。鈴亀。 霊寧地区などと呼ばれることもある。旧伊賀国にあたる上野盆地の一帯で、名阪国道や国道163号及び、国道165号の沿線。伊賀市と名張市のこと。木津川流域で、布引山地や、片峠よりも西側に位置する地域。北部は、名阪国道が通り、大阪と名古屋のちょうど中間に位置し、 双方へ車で1時間半で到達できることから、1980年代以降、同国道沿いに工場立地が集中している。南部は近鉄大阪線が通り、沿線の名張市は1970年代から大阪のベッドタウンとして機能し、人口は増加の一途をたどっていたが、近年は都心回帰の影響で人口は減少傾向にある。 旧伊勢国中部にあたる地域で国道23号の沿線。津市には県庁があり、商工業が集積しているが、元来鉄道が津市中心部を迂回しており、さらにモータリゼーションの流れの中、大型ショッピングセンターの郊外への進出、同時に中心部からの撤退などで、中心商店街は寂びれた。しかし、アストシンと呼ばれる高さ94メートルの高層ビルが、 津駅前に完成して、以来、再び活性化しつつある。津と松阪の漁師から、中部国際空港への高速船でのアクセスがある。なお、松阪市と滝群を、南西地域に入れる場合もある。旧伊勢国南部にあたる地域と、旧島国の総称で、島を開けず、南西島と呼ぶ場合がある。観光ガイドでは、伊勢島と呼ばれることが多く、大部分が、 伊勢島国立公園に指定されている国道23号の沿線伊勢神宮や二見ヶ浦といった大観光地を抱えており真珠の養殖でも有名である木の国室郡、当初の熊野国当初は渡来県後に三重県となった地域東紀州熊野室と呼ばれることも多い国道42号の沿線日本では 薬島と並ぶ、田内帯として知られ、熊野古道の伊勢路南部である。明治一新以前の伊勢国、伊賀国、島国の全域、それに、紀の国室郡、熊野国の一部よりなる。大陸取り続きであった頃、鳥橋の恐竜化石、伊賀市の大山田地方で発見された、ゾウワニの足跡などが知られている。三万年前から一万年前頃の後期、 旧石器時代の三重県内の南西地方、鈴鹿川北岸、鈴鹿市南部、阿護湾や伊蔵浦,浦などの菓子団球や台地での遺跡から、ナイフ型石器が出土している。遺跡は五十カ所ほど知られているが、遺跡の内容は分かっていない。その中ではデバリ遺跡、滝群大台町で発掘調査が行われ、ナイフ型石器、殺っ戦闘機上石器、採石陣などが出土している。 石材の多くは、県内のチャートであるが、サヌキガン、サヌカイトは、二条山産のものである。縄文時代早々期の河原家押し型分土器が、県内100カ所近くの遺跡から出土している。また、早期以降の遺跡は、伊勢湾岸、島半島、熊野灘岸、伊賀盆地の内陸部にまで広がり、600を超える。押し型分土器に伴う、石器群は、有形戦闘機、 石属などがあり、この二つの石器には、時期的差が見られる。この木の住居は、縦穴式住居で、直径4メートルほどの平面型は不正円形で、地表面から80センチほど掘り下げ、たるきを立てかけて、円錐状の屋根を吹いたものと推定される。他には長大円形、または、隅丸の二等辺三角形の平面型で、 最大長2.6メートル、最大幅65センチメートルの遠藤付けろ穴と呼ばれる野外路が併存している。このことは半定住生活していたことを裏付ける。中期から後期前用にかけて遺跡数が最も増加し、およそ200カ所の所在が確認されている。中期前半には関東系や瀬戸内系の土器に北陸系や東海系の土器も認められ、 海岸沿いに人々の行き来が行われたことを示している。この木の住居は平面型が円形で、住居内には石囲みや土器敷の屋内炉も確認されている。後期には近畿系の強い影響にありながら、東北、中部、北陸などの土器が見られ、後半に交流が行われていたことが推定できる。津市市町にある天白遺跡に東西も南北も、 約50メートルの範囲に広がった西日本には数少ない排斥遺構がある。土器看護60点を超える土偶、岩偶、石棒、石鹸など採使遺物も多く確認され早々に例の行われた遺構であると考えられている。晩期に入っては小規模遺跡が多く中石平野部に進出している。後半の土器には粘土紐を 県部や後辺部に貼り付ける東海系の突体分土器が主流を占めるようになる。住居では、名張市にある下川遺跡から絵鏡形住居が確認されている。遺体を土器に埋葬する25機の土器官房群が集落と離れた場所で見つかっている。672年、古代最大の内乱である人身の乱が起こった。この内乱は、 律令国家形成の主導権をめぐる争いであり、三重県域に属する伊勢と伊賀は巻き込まれ、重要な役割を果たした。七世紀の終わり頃に、反連州事法が実施されたが、三重県下でも上理性の移行が、補助整備事業が実施されるまで、島国の阿護軍を除いて、各軍で確認されている。中でも伊賀国では、服部川リ岸の戦場地、伊勢国では、 阿の川と串田川の下流域に、それぞれ広範囲にわたって連続した地割りが認められた。国部総寺、国部天寺は全国に混流された。伊賀では、上野市、玄伊賀市西明寺あ長者屋敷に寺跡があり、東西210メートル、南北約250メートルの方径に土塁が残っている。南から、中門、近道、高道跡の土壇が並び、西南の隅に、 戸跡とみ見られる土壇もある。天寺はその東200メートルにある、長楽山廃寺が想定されている。伊勢の宗寺は、鈴鹿市国分町の大地の南端にあったと見られる。地域は、築地で囲まれ、東西178メートル、南北184メートルであった。島では、阿古町国府の大地上にある五国山国分寺が、宗寺であると見られている。江戸時代に置かれた藩には、 伊勢国には、桑名藩、長島藩、伊勢亀山藩、神戸藩、小物藩、被災藩、津藩、島国の鳥羽藩、津藩の史上の伊賀上野城、津藩の一族の名張神や、紀州藩の史上の田丸城、松坂城がある。山と武が、東方遠征を終えて、小津前、小津浜、桑名市からのぼの亀山市へ向かう、途中の三重郡、四日市市で、古事記に、 我が足は、三重の曲がりがりのごとくして、鼻肌疲れたり鳥り玉息。き。子、その地を、こうけて三重というとあることに由来するとされている。歴代知事については、三重県知事一覧を参照のこと。現議員任期、2015年、平成27年4月29日から2019年、平成31年4月28日。三重県には、 生材工場が218工場あり、岐阜県に次ぎ、日本で2番目に多い、2016年、木材統計。本県のほとんどが中部電力のエリアになっている。また、熊野市以南一部を除くの地域が関西電力のエリアになっている。ケーブルテレビによるブロードバンドネットワークを日本国内では最も早く県すべての市町村に普及させた。 インターネット普及以前にも1994年4月に開局した県営のパソコン通信、三重ネット、三重県行政情報提供システムがあり、大手のニフティエも市内料金でゲートウェイのパソコン通信が来たが2000年問題に伴い廃止された。立領時代の五期七道では、三重県の内伊勢国と島国と伊賀国は東海道として 東紀州のあるきの国は南海道として区分された。江戸時代にも太平洋岸の伊勢国は東海道と伊勢海道の沿線で、ひなが多いわけ、四日市郊外で東海道と伊勢海道が分岐した。明治二十二年1889年までに建設された東海道本線は、もともと中線道幹線として建設が進められていたものを途中で計画変更したことにより、 名古屋、草津間はすでに開通していた、三野路、中仙道をとをたどることになり、本来の東海道が通る三重県内を経由しなかった。県内の交通としては、関西鉄道が東海道に総区間に、京の草津線や関西本線などを付設し、上述の東海道本線と激しい旅客、獲得競争を繰り広げたこともあったが、国有加護は一地方幹線と扱われ、 国土の動脈として扱われることはなかった。その他、関西鉄道、三宮鉄道、国有鉄道が付設されなかった地域には、伊賀鉄道、伊勢鉄道、養老鉄道、いずれも現在の同盟会社とは別、三義鉄道等のような私鉄、それに、様々な軽便鉄道が付設された。それら路線の中には、対象以降の道路交通、他鉄道との競合、それに、 第二次世界大戦中の交通統制の中で不要不急線とされたことにより廃止に至ったものも、損するが、三義鉄道を除く路線は、ほとんどが関西資本の大阪電気機動、三宮急行電鉄グループによって買収された。同社は、関西急行鉄道を経て1944年、昭和19年以降には近畿日本鉄道、近鉄とな、いる。 高速鉄道の弾丸列車計画では、鈴鹿山脈を貫く案も存在したが、戦後の東海道新幹線計画では、名古屋伊勢は後期の都合で、前原経由に変更されたため、新幹線は本県内を経由していない。超電導リニアによる中央新幹線が東海道沿いに計画予定である。旧伊勢、島。 伊賀国内へは明治から大正にかけて国鉄内し、私鉄路線が整備されたが、それに対し旧機の国エリアへの鉄道整備は遅れ、規制本線として、全通を見たのは、戦後の1959年、昭和34年である。同線は、日本の幹線鉄道の中でも最後に完成を見た、路線と言える。なお、その規制本線を通る、本県内から、 最後の東京への直通列車だった、新大特急、キーは、1984年、昭和59年2月に廃止された。近鉄が、特急運転の頻度が高いのに対し、JR は他県に比べてその頻度が低く、本数の多い特急として一時は全国に普及した、L 特急も、JR 特急の走らない、沖縄県と奈良県を除くと、三重県だけが、 今日まで一度も設定されたことがない。一方で JR 東海は近鉄線に対抗すべく快速、三重を運行するなど改善も進めている。上日の近鉄に統合された路線のうち、関山線については分社化、路線上との動きも平成以降は生じており、北勢線は三義鉄道へ上とされ、また伊賀鉄道、養老鉄道、 四日市アスナロー鉄道が近鉄らの経営分離によって発足している。また、国鉄路線についても、伊勢線に関しては、第三セクター鉄道の伊勢鉄道へ経営が移管された。国道1号は、江戸時代の東海道に沿ったルートとなっている。一時は、旧東海道に対し、新東海道と呼ばれることもあり、現在でも地図上は、 国道1号が東海道という表記になっていることがある。国道23号は東海道の日賀の追い分けより分岐する伊勢海道に沿ったルートとなっている。大正時代には旧道路法に基づく路線認定では国道1号、東京市より神宮に達する路線とされていた。昭和27年の新道路法に基づく路線指定において、 国道23号に指定される。鈴鹿市の北玉垣町交差点より、北は国道1号のバイパスとして整備されたものでないよんバイパスと呼ばれていたが、昭和50年に国道23号へ編入され現在に至っている。高速道路は東名阪自動車道、伊勢自動車道、帰省自動車道があるほか、新名神高速道路が亀山ジャンクションから西側と、 四日市 JCT から新四日市 JCT を経て、東海環状自動車道東院 IC が供されている。2018年度には、新名神高速の新四日市 JCT から、亀山西 JCT までと、東海環状道の東院 IC から、台安 IC まで供用を開始する予定である。このほか、東名阪自動車道と奈良県の西名阪自動車道を結ぶ、名阪国道がある。 伊勢湾フェリーによって、戸場とイラゴ、愛知県田原市を結ぶカーフェリー航路が運行されているほか、新エアポートラインにより、津と中部国際空港を結ぶ高速船が運行されている。伊勢と中部国際空港を結ぶ航路も計画、準備中だったが、現在はその目途が立っていない。本県内に空港はない。近隣の空港は以下の通り、 近畿日本鉄道や東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道によって、県内各地と名古屋、大阪、京都、神戸が結ばれている。駅名記載のない路線は、全線県内通過。高速自動車国道は中日本高速道路、ネクスコ中日本が、名阪国道は、国土交通省が管理している。新名神高速道路が2008年、 平成20年2月23日に供用を開始したことにより、東京と大阪間の広域的な流動は、関ヶ原経由に対して時間短縮が図られた。一方、接続する東名阪自動車道の四日市インターチェンジ付近を先頭に渋滞するようになった。帰省自動車道のキ長島 IC から大和 IC は高速道路会社によらない国と、 地方自治体の負担による新たな直轄事業である新直轄方式で計画されているので、共用開始後も通行料金の徴収はなされない。2010年、平成22年2月2日に、伊勢自動車道の新 IC、伊勢 IC 及び、帰省自動車道の全線が高速道路の無料他社会実験の対象区間に指定され、2010年、 平成22年6月28日から2011年、平成23年6月19日まで実施された。名阪国道では、雪が降ると、チェーン規制を実施することがある。事業中、事業中、近鉄グループの三重交通グループが一部を除き、県内全域をカバーする。同グループが運行する高速バスによって、県内各地と横浜、東京、 大宮、北勢地域、伊賀地域、東紀州地域と名古屋、伊賀、北勢地域と大阪、京都、そして北勢地域と中部国際空港が結ばれていい。その他にも各自治体が運航するものもある。災害拠点病院については、三重県災害拠点病院を参照。保育所については、三重県保育所一覧を参照。 国立県立市立テレビラジオの放送対象地域としては、県域放送のほか、広域放送としての中京広域県にも属している。このうち校舎については、名古屋市に所在、在名局の AM ラジオ局である CBC ラジオは、県の桑名市に親局、主管送信書を置いているほか、他の在名局も県内に中継局を置いている。 テレビは地上波の放送のほか、県内全市町で、ケーブルテレビによる視聴も可能である。在名局は、県内各地、稲部市、伊勢市、鳥市、名張市、伊賀市、大瀬市、熊野市などに中継局を置いている。民間放送については、三重テレビのみ、独立局である他は、すべて放送ネットワークに属している。 名古屋本局を直接聴取できる地域が大半だが、東県内の伊賀市、尾鷲市、熊野市にも中継局を置いている。かつては、県域放送の近畿東海放送、開局当初はラジオ30があったが、ラジオ東海、旧岐阜放送と合併して、東海ラジオ放送となった。この後は、本県において、県域放送を行う、中波放送局は、NHK。 民放を含め存在しない NHK は中継局も設置していない。超短波放送放送については NHK 民放とも県域放送局が存在するほかコミュニティ放送局が複数存在する。1994年に開催された世界祝祭博覧会祭り博三九94に際しては臨時に地局した FM パイレーツがあった。 2018年に、三重県を主とした東海地区で、高校総体、2018彩る、感動東,東海総体が、2021年には、国民体育大会、三重とコアが国体が行われる。三重県の遊撃地条例においては、全国で唯一、大晦日の終夜営業が認められている。これは、コンビニ普及前、伊勢神宮の初詣で参拝客に、トイレや、 休憩施設を提供する名目で制定されたと言われていい。また2000年7月までは三重県公安委員会がパチンコ店へのパチスロの設置を認定していなかった。江戸時代のお伊勢参りに始まり、現在も鈴鹿サーキットで行われる海一日本グランプリや八体、風光明媚な島のリゾート地、松阪牛、伊賀地方の忍者関連、外国人に人気が高い、 東紀州地方最南端の宇どの村、現紀宝町など観光資源に恵まれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。